れ様です。はい、おはようございます。ただいまから記者会見を行います。最初に知事から発表があります。それではお願いします。今日の発表事項は、第2回岩手漫画大賞コンテスト受賞者の決定についてです。県と学校法人盛岡情報ビジネス専門学校が共同で開催した第2回岩手漫画大賞コンテストの受賞者です。応募総数112作品のうち一次審査を通過した26作品について、プロの漫画家、漫画雑誌編集者など8名による厳正な最終審査を経て各賞を決定しました。対象はロマ・ユクエさんのチェンジメンに決定しました。鬼剣梅を題材にした作品です。郷土芸能を漫画にした中では傑出した画力で、鬼剣梅が描かれています。優秀賞は3本、尾身さんのアレゴリカルキャット、宮沢賢治猫の事務所より、猫が大変可愛い作品です。ジックさんの今昔ホットライン、キャラクターが非常に魅力的な作品です。空木優子さんのイーハトーブな人々、4コマ漫画で岩手をテーマにする、その可能性を感じさせる作品です。また今回20歳以下の方を対象とした U20 アンダー20部門金賞が2本で、小松まりもさんの岩手妖怪奮闘記、小室好美さんの内間木モグラーズです。その他にアンダー20部門銀賞が3本、そして特別賞が5本受賞と決定しています。この20歳以下の応募者の皆さんの作品に非常にいいものが多く、若い皆さんの可能性も感じられたところであります。表彰式は11月2日金曜日午後3時30分マリオス4階アトリウムにて開催です。あとそれから審査員の皆さんからの全体公表で、今回のコンテストは漫画商業誌の新人賞と比較しても遜色のないレベルと評価されています。対象作品は漫画編集会社のウェブサイトで公開されます。また県として PR を行って、今後とも将来有望な若手漫画家を後押ししてまいります。以上です。以上で知事からの発表を終わります。本日の進行は日本経済新聞社の水倉支局長にお願いしておりますので、よろしくお願いします。おはようございます。日経新聞の水倉です。よろしくお願いします。それではただいまの知事からの発表に対して質問がある者がありましたら、社名と氏名を名乗ってから質問してください。岩手日日新聞北村です。おはようございます。コンテストの結果が出たということなんですけれども、知事ご自身は、作品を読んだのでしょうか。読んだのであればその感想をお聞かせ願いたいと思います。読んでます。大賞作品や優秀賞作品はもう商業誌レベルのものだなと感心しましたし、あとはさっきも言ったんですけど、この20歳以下の皆さんの作品のレベルが非常に高くて頼もしいなと思いました。ちなみに何かお気に入りの作品なんていうのはあったんでしょうか。大賞作品はやっぱりすごいと思います。郷土芸能っていうのはこう岩手にとって非常に大事なこう文化芸術なんですけれども、それがこう漫画で描かれていて、あそこまでかっこよく見事にこう鬼剣梅がこの動きがこう描かれているっていうのはすごいなと思いました。ありがとうございます。他はよろしいですか。
それでは本日は幹事社を代表しての記者クラブを代表しての幹事社質問がありませんので、その他質問がある社がありましたらご辞任をお願いします。NHK のエクアンと言います。はい、この夏移動してきて初めての記者会見なので、よろしくお願いします。まず質問なんですが、 JR 岩泉線の件なんですけども、県の委員会が、先日安全対策の試算を22億円かかるという試算をまとめたことについて、ご所見伺ってもよろしいでしょうか。はい、かなり数字として小さくなったなと思っています。それで、沿線市長と早急に協議して国や JR 東日本に対する対応を決めていきたいと思います。22億円という数字なんですけども、具体的な数字が出たということなんですね。はい、やっぱり JR に働きかける上で説得力ある数字だとは思うんですけど、その辺の具体的な、そこは岩泉町と宮古市と相談して、決めていきたいと思います。最後にその岩泉線の件なんですけども、すみません、この地域でのこう役割だとか、地元の声、不安な声と、これまであったと思うんですけども、それと今回の件の、数値が出たことについても期待感も高まっていると思うんですけども、その声をどのように受け止めらっていらっしゃるかということと、あと県の今後の対応について改めて最後お聞かせてもらっていいですか。そもそもこの通勤通学通院病院ですね、そういった地元の皆さんの足として非常に重要でありますし、また観光資源としても全国的にも注目される線でありますので、そういったものをこう大事にしていくためにも線路が必要っていうところは、こう市町県意識を共にしているところだと思いますので、あとはこうどう具体的に JR 東日本や国に働きかけていくかというところなので、そこを協議して決めていきたいと思います。読売新聞の小坂です。よろしくお願いします。はい、県議会の件で、昨日の決算特別委員会でですね、決算2本が継続審議というふうになりました。決算はその行政の予算執行に対する議会のチェックという意味合いもあると思うんですけれども、こうした事態が2年連続でこういう事態になっているということに関する知事のご所見あればお願いします。まだ閉会になっていませんので、ぜひ今議会中に認定いただきたいという気持ちはまず終わるまでは持ち続けていきたいと思います。平成23年度この大震災を踏まえ、避難とか救助とかそういう大震災直後の対応に始まり、復旧復興のこの最初の歩み、それを県の予算ではありますが、被災者の皆さんはじめ県民みんなでこう使った予算のその決算、であり、また市町村と一緒に国とも一緒に全国からのさまざまな支援の手と一緒になって執行された予算の決算でありますので、しっかり認定をいただければなと思います。金島、まだもちろん議会終わってないわけですけども、今回の議会はですね、その民主党を知事が離れられて、いわゆる知事与党が少数となった上 で初めての県議会だったわけですけども、振り返って何かこう感想等あればお願いします。いつも言っていることでありますが、執行部としてはどの党が会派が与党だ野党だという区別なく、また無所属の議員さんも区別なく、それぞれが全県民を代表している方だという
考え方に基づいて答弁したりお願いしたり説明したりしていますので、それは今議会でも変わりません。盛岡タイムズの馬場です。おはようございます。おはようございます。花井湖 の診療所問題で今回の、議会でも長く話し合いが行われたわけですけども、昨日決算委員長名で、精査をし直してほしいという申し入れをするということになりましたけども、その件に関して知事のご所見を伺いたいと思います。参考人が答弁した内容に関するその医療局としての反論といいますか、そういう説明については昨日の昼過ぎの時点ですでに検討が終わっていて、いつでも今でもこう説明し、今までの答弁通りです、そして、報告書に書かれている通りですという説明はもう今でもできますので、またこう議会との関係になるわけですが、執行部側としてはいつでもそういう準備はできていると言っていいというふうに思います。そうしますと最終報告案そのものに関しては特に手直しする必要はないというお考えでしょうか。そういう認識でおります。分かりました。岩手日報の三浦と申します。先週ですね、県土整備部の方の一ノ関市の県境の橋について課題積算ということが問題になったと思うんですけれども、まずそれについてそういうことが起きてしまったことについて知事 の, お考えを。はい、非常に残念なことであり、私としても県民の皆さんに申し訳なく思います。個人のミスが組織全体のミスにならないように、組織としてきちんとカバーし、組織としてミスはしないというような形で進めていかなければならないわけでありまして、特にこの復旧復興という事務作業は膨大ではあるんですけれども、大事であるがゆえに間違いが許されることでもありませんので、今後こういうことがないようにしっかり反省をしてやっていかなければならないと思っています。370万円ですかね、課題になったということ、それの穴埋めとして県費が使われるということに対して県民の方からも理解を得るのはなんか説明するのもかなり必要になるんじゃないかなと思うんですけど、その辺についての県民への説明についてはどのようにお考えでしょうか。はい、今きちんと経緯、そしてそれから再発防止策とまとめつつ、またその費用の調達の仕方というのをきちんと整理して県民の皆さんに説明していかなければならないと思います。ありがとうございます。毎日新聞社のキムと言います。昨日の花泉診療所 の,、参考人招致の件なんですが、今ほど、知事の方では橋本孝雄氏の証言については、いつでも、反論説明できるという、お話でしたが、一方でですね、その当事者のこう話を、事情聴取することなくですね、その検証報告書をまとめたという、そういったこう過程においてこう拙速だったというような、そういったようなこう、思いといいますか感想というのは、今でも抱いてはいらっしゃらないでしょうか。
当該法人と医療局や県側とのやり取りというのはかなりあったわけですし、また議会での質問に対応し、改めて確認してそれをこう議会で答弁すると、そういうやり取りを踏まえて報告書はまとめられていますので、その言い分を聞いてないということはないと思います。まあ、そうしますと、まあ、検証の過程では、まあ、そういったようなこう作業は、まあ、必要なかったという認識には今も変わりないでしょうか。その必要な作業をした上で報告書は書かれているというふうに思います。まあ、あとそれと、まあ、たびたび電話の問題は、まあ、議会でも、まあ、取り上げられてますけども、まあ、昨日の証言でですね、橋本会長の方、橋本氏の方から、まあ、具体的なやり取りとしてですね、公募前に、まあ、まず知事の方から、まあ、電話があって、そういう女性の事務員が、まあ、その電話を受けて、それでまた橋本氏の方から、まあ、知事に、まあ、電話をかけてですね、で、まあ、まあ、今回の件よろしくお願いしますと、で、まあ、橋本氏の方からも頑張りますという、まあ、そういったようなこう具体的な、まあ、やり取りを、まあ、証言する内容が昨日、まあ、出たんですが、まあ、その件についてですね、改めてその、まあ、そういったようなやり取りがあったのかどうか、確認したいんですが。ありません。河北新報の上村です。はい、同じ件なんですけれども、そうしますと昨日証言にいらっしゃった会長と知事の間で発言に食い違いが出たというのはどの辺に理由があると思いでしょうか。他の人のこの内心、内側の気持ちの心の中をこうむやみに推測して、いろいろ話すのは良くないと思うので、そういうことは控えさせていただきたいと思います。あと食い違いの点で、橋本清人議員にその法人の撤退後私が謝罪したというような話がありましたが、小沢一郎さんの家での新年会でそういうやり取りがあったという話がありましたが、今年は新年会がなく、去年新年会があったわけで、それはこう撤退とかの前のこう時期なわけですけれども、橋本清人議員から田祖さん、親父の件申し訳ありませんというような話があり、それに対して私はこの橋本清人議員の立場とその花泉の診療所の問題はこれは全然別物として考えていたし、そうでなければならないと思っていたので、いやいやいやだったか、あるいは関係ない関係ないだったか、そういう感じで対応したことを覚えておりまして、私が謝罪したという事実はありません。そうしますと、まあ、何らかの形で向こう様の方に思い違いがあったというようなことでしょうか。いろんな事実関係私に聞いていただければ今みたいに答えますので、その要はこう事実関係を明らかにしていくことで、引いては花泉診療所の問題について、反省すべきところを反省して今後の岩手の地域医療の確保に役立てていくということがやんなきゃならないことだと思ってますので、まあ、それに必要な形でこうやんなきゃならないことはやるべきというふうに思ってます。あともう一つ、その多分やるべきことの一つなのかもしれませんが、議会の中でですね、一部がまあちょっと私の耳に返ってきたのは一部だったんですけれども、まあ、もう知事にもう一度議会の前で証言してもらいたいというような声もあります。もしそういうようなお話がありましたら、どのように対応なさいますでしょうか。これはもう議会と執行部の関係の中で適切に対応いたします。あともう一つ、ちょっと話題が変わるんですけれども、ILC の関係で、昨日、東京で講演会がありまして、セールンの所長が、まあ、日本が有力な ILC の候補地であるというような発言をされまして、で岩手県もやはり
候補地として名乗りを上げているということで、この昨日の講演の発言につきまして、まあ、知事のお考え、ご所見を伺えればと思います。はい、専門家の方からああいう発言をしていただくのは非常に心強いと思います。そして、世界の科学者が集まってきて、その子どもの教育とかそういうことが現地でできるようにっていう、そういう話もあったと思いますが、まさに東北加速器推進協議会の方で、そういう地域の町づくりのことも含めたビジョンをちょうど作っていたところでありますので、我が意を得たりという思いでありまして、そうしたビジョン作り、それを地域の中で理解を深め徹底していく、そしてそういう姿を政府にもまた世界にもしっかり見てもらう、知ってもらうということをさらに進めていきたいと思います。すみません、私から言って、今の ILC に関連して、はい、今も知事おっしゃいましたが、国内ですと、セブリ山脈、九州の方と、2か所候補地として今挙げられているんです。その、国外を含めてですね、岩手が一番こう優位な点にあるというのは、どの辺にあるというふうに知事、改めてお考えになっているでしょうか。地盤が非常にいいということだと思っています。あとは岩手そして東北全体としても一つ主張しているのは、東日本大震災からの復興の中で ILC 誘致を位置づけてほしいということですね。自然の猛威の中で、このような大きな被害を受けたわけでありますけれども、自然に対する理解を深めて、そして、自然と科学が共存していく中で、人間がいい方向に向かって、進んでいく、そういう事業をこのオールジャパンの国家プロジェクトとして東日本を舞台に行い、またそこが世界とつながる、東日本大震災からの復興のあるべき姿のこの象徴的な事業としても、また実質的にこの復興を促進するさまざまな経済効果、社会的な効果という観点からもやっていただきたいっていう、そこが岩手への誘致ということのこの独特なところだと考えています。ありがとうございます。河北新報の記者で菊間と申しました。おはようございます。おはようございます。先日国民の生活が第1の第2次公認候補者が発表されましたけれども、岩手の部分は入っていなかったと思うんですけども、これについて知事はどのように受け止められたでしょうか。そこは党の中で決めてやっていくことだと思うんですけれども、一般論としてこう早く決まるに越したことはないということがあるかとは思いますけれども、他方その近いうちに信を問うという野田総理の発言がどのように具体化されていくのか、一時こう夏頃あるいはその近いうち発言があった頃、国民全体としてじゃあどういう政権を選挙を通じて作っていけばいいのかっていう、こう問題意識が広がっていたと思うんですけれども、今なんかそういうのがこう衰えちゃっていてですね、だからその国民の問題意識とそこに候補者の提示っていうのがこううまく響き合うと、またそれは効果的だったりもするでありましょうから、そういうタイミングの問題っていうのもこうあるので、一概に早ければいいというわけでもないのかなとか思っています。
知事は国民の生活が第一が決闘された当初は国民運動として新たな機運が高まっているというようなお話になさってたと思うんですが、今国民の生活が第一の支持率ですか、各種世論調査なんかですと若干落ち気味だと思いますけれども、これについてはどのような受け止めをなさっていらっしゃいましたか。政党支持率、特にその電話でこうつながった人にだけ聞くみたいな支持率は、このテレビの視聴率調査と似たようなところがあって、最近テレビで見てますみたいな感覚で何と支持とかいうようなところがこう、まあ、全体として、そういうふうに見てもこう大きな間違いではないと思っておりまして、なんかこうテレビにどんどん出てくる党の支持率が伸び、そうじゃないところが伸び悩むっていう傾向があるので、まあ、そういうことかなと思っています。一方こう支持政党なしっていうところが依然として、これはどの政党の支持率よりも大体大きいんじゃないでしょうか。そこのところにですね、潜在的にはこう支持のこの可能性があるんだと思うので、そこはこうどんどん運動をしながらこれから獲得していくところなんでしょうというふうに思います。実は弊社の方で東北6県の知事の方々皆さんに今度の衆院選への対応というのを伺ってたもので、まあ、それについて知事がですね、まあ、今後次の選挙総選挙にどう対応するかということについて、それについて何か教えていただければと思ったんですが、何とカニとそういうその赤かて白かてみたいな内容はともかく、そのどの集団を応援するどのチームを応援するみたいなアプローチじゃなくてですね、基本はこの3年前の政権交代総選挙、あの時のこの民意っていうものが非常に大事だと思っていて、そういう、こう日本を主権者たる国民の手で、選挙を通じて日本を大きく変えるんだっていう、そういう民意がこうまとまって、そして選挙を通じて日本を良くしていくっていう、そういう流れにこう協力できればなというふうな気持ちでいます。そうです。あともう一点ちょっと話は変わるんですけれども、今日プロ野球のドラフト会議がありますけれども、まず知事の今日のネクタイの色は花党のカラーということなんですね。その通りです。あ、そうですか。はい、あと それに関してなんですが、まず大谷投手がメジャーに志望するということで、はい、それについての受け止めをお願いします。まあ、あのくらいの力を持っていれば、そうそう変なようにはならないと思いますし、若くしてこう自分なりの考え方とかこう将来へのビジョンとかしっかり持っているようなので、そういったところにちゃんとこう自分の内なる声に従って進んでいけばですね、県民に夢と元気を与え、そして、まあ、全てのこの野球ファンや、あるいはもう広く言うともう全ての人たちにこう感動を与えて、貢献できるような選手には必ずなれると思っています。今日は日本ハムが指名するかもしれないというような話も出ていますけれども、それについてはお考えがありましたらお願いします。まあまあ、球界事情的なことはよく知らないので、まあ、いずれこう本人があれだけの力を持っていて、そして本人がこうしっかりしていさえすれば、悪いようにはならないというふうに思っています。毎日新聞社のキムですけれども、はい、まあ、先ほどの、選挙に関連してなんですが、盛岡市でですね、国民の生活が第一県連結成大会後に知事に伺ったときにですね、
まあ、あの1区の、公認候補をあの選定でですね、まあ、もし県連の方からあの知事の方に相談があれば、まあ、その相談にこう乗りたいというあのお話されていたと思うんですけども、その後そういったようなこう相談とかですねそういったようなことは あのありましたでしょうか。まあ、相談ないこともないんですけれども、まあ、情報交換ぐらいのところで、特に何かが決まったということはありません。まあ、その情報交換といいますのは、例えばこう知事の方で、まあ、あのこういう方がいいんじゃないかとか、そういったようなこうお話なんでしょうか。情報の中身についてはちょっと公表は控えさせていただきたいと思います。まあ、あとですね、まあ、あの小沢代表がですね、まあ、あのお墓参りであの奥州一ノ関入りされた時にですね、まあ、あの一ノ関市での、まあ、あのぶら下がりで、あの田総知事の、まあ、あの1区での、まあ、その政治家個人としての、まああのまあ、活動といいますか、そういうところに、まあ、あの期待を、まあ、あの寄せる、まあ、あのコメントもされてましたけど、改めてですね、まあ、あの国政選挙が近い中で、まあ、特にこの1区でですね、まあ、どのようなこう役割を果たしたいかというところを教えていただきたいんですが。この宮沢内閣不信任から始まるこの改革の政治、私はそこから始まる一連の動きをこう改革の政治と呼んで、議会答弁で改革の政治っていうのも、そういう、まあ、細川連立政権誕生からこう今に至るそういう政治の流れを改革の政治と呼んでるんですけれども、そこをまあ大体要所要所こう目撃したり、あるいはまあ自分でそこに参画したりしていますので、そういう流れの中で今こう何が起きているのか、そして、日本全体これからどういう方向に進むべきかということを、その有権者の皆さん、まあ、有権者じゃなくても子どもでもいいんですけれども、そういう人たちとこう共有し、で主役はあくまで、まあ、選挙の主役は有権者なので、その有権者一人一人が自分なりのこのベストの選択、そしてベストの行動が取れるようにこうサポートできればなと思っています。ありがとうございます。それでは、以上をもちまして記者会見を終わります。はい、お疲れ様でした。